アクグルアマンムラドアは、ウズベキスタンタシュケント出身の女子プロテニス選手、アクガルアマンムラドアとも、2008年5月26日付の世界ランキングでシングルス50位に入り、ウズベキスタンのプロテニス選手として、イロダ・ツルヤがノア以来2人目の世界トップ50入りを成し遂げた。これまでに WTA ツアーでダブルス2勝を挙げているが、シングルスはまだ優勝がない。 身長190センチメートル、体重74キログラム。右利き。エヴァ・ハルギノワと並んで、女子プロテニス界の最長身選手に当たる。アマンムラドワの家族は、父親は建築家、母親は高校の音楽教師であり、家族の中でテニスをしているのは、アクグル一人だけである。彼女は10歳の時に、祖母に連れられて、近くのテニスクラブに行き、 それがきっかけでテニスを始めた。少女時代はバスケットボールにも優れた才能を持ち、バスケットボールのウズベキスタン女子ジュニア代表選手に誘われたこともあったが、その話を辞退した。2000年に16歳で、故郷タシュケントのトーナメントに初出場し、2001年からフェドカップのウズベキスタン代表選手になる。2005年10月、アマンムラドアはタシュケント大会で、 初めて女子ツアーの決勝戦に進出したが、当時16歳のミハエラ・クライチェクに0から6、6から4、3から6で敗れて、準優勝になった。アクグル・ワ・マンブラドアの4大大会発出場は、2006年、前後オープンであった。ウズベキスタン出身の21歳は、1回戦で、ダリー・ランドリアン・テフィーを6から3、2から6、6から1で破った後、2回戦で、 ダニエラ・ハンチュコバに4から6、1から6で敗れた。しかし、この後は、全仏オープンウィンブルドン、全米オープンともに、予選会で敗退する。2007年全仏オープンで、アマン・ムラドアは、初めて予選3試合を勝ち抜き、本戦でも、ニコル・バイディソバとの2回戦に進んだ。こうして彼女は2007年末の世界ランキングを96位に、上げ。 初めて世界トップ100位以内に入った。2008年5月、アマンムラドアはトルコイスタンブール大会で準決勝に勝ち進み、5月26日付で世界ランキング50位に食い込んだ。ウズベキスタン出身のプロテニス選手が世界ランク50位以内に入ったのは、色田鶴ヤがノア以来2人目の快挙となる。2008年全仏オープンでは2回戦で、 アレクサンドラ・ウォズニアクに6から1、1から6、3から6の逆転で敗れ、初の3回戦進出はならなかった。この後、ウィンブルドンと全米オープンにも本戦初出場。全米オープン1回戦では、彼女は第5シードのエレーナ・デメンチェワに4から6、5から7で敗れた。2009年6月、アマンムラドアはイースト・ボーオーン大会のダブルスで、 杉山愛と、組オーストラリアのサマンサス・トーサーレネスタブス組に64、63で勝利して、ツアー初優勝を果たす。9月の地元のタシュケント大会では2005年以来のツアー決勝に進出、シャハー・ピアーに36、46で敗れ2度目の準優勝となった。2010年11月の杭州アジア大会では、シングルスの準決勝でサニア・ミルザを6から7。 6から3、6から4で破り、決勝に進出。決勝では法卒2 5 7、26で破れ金メダルを獲得した。近年はランキングが下がり、女子ツアー赤ブ大会でプレーしている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。